大和市消防署は令和5年7月14日に横浜市消防局瀬谷消防署と合同で境川中島橋で水難救助訓練を行いました。大和市と横浜市は境川を挟んで隣接しています。今回の訓練は集中豪雨により増水した境川に人が転落して下流に流されているという想定で行いました。要救助者の確保、救出までの訓練の様子を間近で感じてもらうため360度の動画にしました。消防の現場を指揮する指揮隊によって要救助者や河川の状況について情報を共有したり救出ラインを設定したりするための合同指揮本部が設置されました。指揮隊は各部隊の活動の把握や指示を行います。要救助者を地上まで運ぶためのはしごクレーンを設置します。はしごクレーンは停所にいる要救助者を救出する際に使われるもので、はしごにロープを通して滑車を用いてクレーンのように地上へ引き上げるものです。歩道にあるフェンスに小綱で固定し、後方にあるガードレールをアンカーとして設置しました。流れに対し両岸に45度の角度でロープを斜めに設定するジップラインと呼ばれる方法で救助活動を行います。取った！ OK！ ロープを斜めに設定すれば下流に向かって流されている要救助者がロープ沿いに岸に近づくことができます。使用するロープは橋の上から川の両岸に下ろしていきます。この訓練は国内で豪雨災害などが頻発していることを踏まえ、事故発生時の近隣市との協力体制や救助活動の流れなどを確認することで、効率かつ迅速な人命救助活動につなげることを目的として毎年実施しているものです。2本目のロープを橋の上から下ろします。2本目のジップラインを先に設置できました。1本目のロープを設定する位置まで移動します。消防隊が要救助者を岸まで引き寄せるための1本目のロープを V 字に設置しました。要救助者役の人も準備が整いました。境川のこの場所は通常流れが穏やかです。そのため訓練では要救助者役がロープの場所まで泳ぎます。
要救助者が流れてきました。手前にあるロープを伝って岸の方へ近づこうとします。その後、2本のロープに挟まれたエリアで救助隊の隊員が入水し、要救助者を確保しました。救出ポイントまで流されないよう、2本のロープが要救助者と隊員を援護します。救助者を岸に上げることができました。消防隊が要救助者を地上へ引き上げるポイントまで搬送します。要救助者に取り付けます。救助隊がロープで要救助者を引き上げていきます。地上まで引き上げることができました。
地上まで引き上げるとエバックハーネスを外し、要救助者を降ろします。でしたか。今回は境川で行われた合同水難救助訓練の様子を紹介しました。大和消防では日々あらゆる場面を想定し、このような訓練を実施してまいります。